広島市中区の住吉神社で行われた焼かがし。これは平安時代から伝わる厄除けの行事で、巫女がイワシの頭を焼き、その匂いの強さで鬼や厄を払うというものです。こちらでイワシの頭だけが次々と焼かれていきます。何とも言えない独特の匂いで、これは鬼もたまらないですね。男性から金を騙し取るマニュアルを作った頂き女子など、世間を騒がせた人物にちなんだキャラクターも登場し、この日集まったおよそ2500人の参拝者たちの笑いを誘いました。お金をちょうだいちょうだいって言ってるのがすごく面白かったです。もう楽しい一年になってほしいです。この後、イワシの頭はヒイラギの枝に刺して厄除けとして参拝者に配られました。